はい、明けましておめでとうございます。のぼると申します。というわけで今日もピカチュウバージョンプレイしていきまーす。いやー、年が明けて1月になりましたね。あれ、ポケモンの、アニポケ主題歌全部入りのベストオブベストオブベスト発売まで残り1ヶ月となりました。あれね、いきなりね、全く関係ない話するんだけど、あれ、知ってる人いるかな？それが発売されるっていうことを。あんまり、アニメ内でしかあんまり告知されてなくて。何？急に。しげる。ようさとし。こんなとこ、うろちょろしてたのか。ちょっと待って、今俺ベストオブベストオブベストの話してるんだけど、俺なんか、強いの？すごいの？いろいろ捕まえちゃって。絶好調だぜ。え？待って。いきなりすぎる。アニポケ主題歌全部入りのアルバムの話をしてたのに。あれがね、めちゃめちゃいいっていう話をしたかったのに。ちょ待って、鬼スズメ対不思議なのがいきなりまずくない？待って、シゲル戦はアニメではなかったもんな、こんなところで。とりあえず、じゃあ、誰使ってもいいからピカチュウに変えるか一旦。不思議なのもね、ちょっとレベリングして、ある程度はレベリングしてきたんだけど、とりあえず鳴き声を外してくれた。オッケーオッケー。いやー、耐えてきて。耐えてきてとか言って。耐えてきたんだけど、ちょっと微妙に耐えやがったこいつ。まあとりあえず電気ショックで落とせるでしょう。不思議だね。111ももらえた。3度。あー、今度こそ不思議だね。だオッケー、不思議だね。仲間にしといてよかった。あ、しかも15レベル、意外と低い。お前ここら辺でしかポケモン捕まえてないだろ。ここら辺にしかいなかったぞ、サンドとかオニスズメって。不思議なねの技なんですけど、これ鳴き声以外は全部使ったことあるんで、まあ、鶴の鞭かな。鶴の鞭はもう不思議なねの代名詞と言ってもいいぐらいだね。一角ね、どれぐらい入る？まあ、それぐらいなら全然。しかも素早さこっちの方が早いし。オッケー、ナイス、不思議だね。いいね、経験値欲しい。15レベルになっていく。ほら、だ。ほら、だは、まあ、バタフリーに一旦変えとくか。まあ、誰か有利取れるってわけでもないから、とりあえず、眠らせちゃう？眠らせでもいいよな。あー、効かなかった。尻尾振られたし。もう一回眠らせる。うわー、しかも電光石火してきた。防御力下げられてからの電光石火。タイプ1だもんな。タイプ1っていう、あれがあるのか知らないけど。13ダメージも食らっちゃった。体当たりは、あー、微妙。微妙な削り方しかできないな。まだただ眠ってはくれている。起きたか。これって起きたとターンの動きって、あ、ないんだ。初代そうなんだ。え、めっちゃ強くないじゃん、眠り状態。しびれ粉より眠り粉じゃんこれ。オッケー。バタフリーで突破と。イーブイ。え、じゃあもうこれもう眠らしちゃえばよくね。しかもレベル耐性高くない。早いね。完封でしょこれ。もう眠らせさえすれば。眠りコーナーを外さなければ、バタフリーで全部完封できるってこと？うわ、目覚ましたし。眠りコーナー。え？マジじゃん。本当に？あ、なんか耐性はつくのかな？え、ちょっと、とりあえずやってみよう。ちょっと待って、これきつい。危ない。さすがに変えよう。ダメだ。これ以上は、戦えない。ビジョンで行くか、不思議な根で行くか。不思議な根でもちょっと、レベル上げたいから不思議なんで行ってみたいけど、これ無理か？鳴き声してきた。攻撃力下がっちゃった。とりあえず宿入りでもやってみるか。宿入りのタンってもう結構先の方だよね、使うの。あんまり見ないもんね、宿入りの種をしてるのって。確か、毒ジムとかで使ってたっけ？なんかそんなような記憶もあるようなないようなって感じなんだけど。オッケー。まあ、体力吸いつつ、鶴の虫して、攻撃力下げられちゃったもんね。そんなに食らわないよね。ちなみに、え、急所だな、それ。いくら回復できるこれ。あ、3ね。3回復できるんだ。これ、もう一発耐えれるかな？いや。でも、不思議だねだけで勝ちたいな、ここ、残り。でも、これ勝ちきれるかな？急所当たるとまずいもんね。まあ、いけるか？砂かけしてきた。こいつ、勝ち筋無限に作ってくる。いや、でも、そうだ。あれだ。宿り着してあるから大丈夫だ。尻尾振ってきたし。オッケー。吸い取りまくれ。いいね。21まで回復した。
これなら耐える。オッケーオッケーオッケー。しかも、砂かけされても、宿り木の種が効いている。オッケー。不思議だね、ナイス。いや、強くなってきたね、うちの、メンベン。さあ、しげるとの勝負に勝った。なんだよ、向きになっちゃって。わかったわかった。しげるらしく負けず嫌いだな。へへん。俺、まさきのうちに行って珍しいポケモンたくさん見せてもらっちゃったもんね。スネ夫みたいなこと言ってんじゃん。おかげでポケモン図鑑のページが増えたぜ。何しろまさきは有名なポケモンマニアだからな。パソコン通信のポケモン預かりシステム。あれもまさきが作ったんだぜ。お前も使ってるんなら、一度お礼に行けば。おっと、道草食ってる場合じゃないぜ。じゃあな、バイビー。ドゥルルトゥン、トゥトゥン、トゥン、トゥン。このビジュームめっちゃいいな。ゴリラのケツの穴って言って、こっちにちょっと用事があったから来たのに、なんかライバル戦だったな。こっちでじゃあ正解だったのか？本当はここからクチバジムに行くんだと思ってたんだけど、とりあえず一旦ポケモンセンター行って進めます。さあ、とりあえずこっちに次の用があるから来たんだけど、これあれか、ゴールデンボールブリッジもしかして。めっちゃ連戦になるパターンのやつじゃないの？うわ、そうじゃん。この橋は人呼んで、ゴールデンボールブリッジ。5人勝ち抜けば、豪華な商品がもらえる。さて、お前抜けられるかな？うわー、なるほどね。これ、ここで不思議種のレベリングすればよかった。でも強いのかな、結構。キャタピーか。あ、でも結構高いわ、レベル。あ、まあでも、まあ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 。今の不思議種からしたらちょうどいいぐらいか。これって今一つ？あ、だよね。体当たりでよかったわ。なんで分かってってやったんだ。確かめに行っちゃったわ。でも体当たりも結局入んないか。なら、鶴の虫でいいか。でも PP なくなっちゃうしな。そこはちょっとめんどくさい。いちいち、あれだな。ポケモンセンターに帰んなきゃいけないな。虫捕り少年との相性は悪いな、不思議だね。今まで地面タイプとか岩とかに何にもできなかったところを不思議だねがね、補ってくれてるから、まだ全然いいんだけど。ちょっと、なるべく早くレベルを上げたいところではある。でもそろそろ上がるよね。あ、16レベルになった。なんか覚えるかな？あ、何も覚えない。ビードルね。ビードルであれば、もう、あ、ビードルは別にそうか。あっちかと思っちゃった。進化系の方かと思っちゃった。硬くなるしかしない方かと思っちゃった。ビードルは毒針してくるけど、毒も入ってるからこっちはそんなに効かないよね。オッケー。あ、今一つなんだ。え、なんで今一つなんだろう。草毒だったら毒食らった時に等倍なはずなんだけどな。そこら辺もやっぱちょっと仕様が違うんだろうな、きっと。まあとりあえずこれ鶴の鞭で倒せそうだね。よーし、体当たりでなんとか倒せたぜ。鶴の鞭の PP 切れちゃったわ。なかなかやるじゃん。140円。お、バカ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 。それはダメ、それはダメです。それは危ない。不思議だねは進化を我慢するサトシの手持ちのポケモンなんでね。今回も例によって進化をさせずに行きます。まあそれをね、ありにしてしまったら逆にもうピカチュウがライチュウになっちゃってもいいじゃんっていう話になってくるんで。まあ、不思議種は不思議種のまま。まあ、サトシの、本当にサトシの通りにね、行くんで。そんな感じでお願いします。さあ、二人目。これ誰だ？ガールスカウトか？それともミニスカウトか？ミニスカートっぽい感じがするな。あ、やっぱ合ってた。これさ、でも、マップのところではポニーテールっぽい感じなのに、この絵になると急に、あれだね。あっちに なんか、普通にポニーテールじゃなくなるんだね。電光石火使ってきた。てか、なんで14レベルなのにポッポなんだ、こいつ。いや、人のこと言えなかったわ。16レベルなのに不思議なんだわ、こっちも。なんかあったんやろうな、きっとな。なんか、ポッポが進化したくないとか言ったんだろうな。進化を我慢したりとか。うわ、砂かけやめて。まあ、これも体当たりでとりあえず突破できそうか。うわ、砂かけられた。めんどくさい。しかも電光石火してきた。最後の最後まで抗ってくるんだけど。うわ、外れた。この不思議だね。めちゃめちゃ体当たり外すんだよね。まあ、今は砂かけされてるからしょうがないけどね。それ関係なしにめっちゃ外すんだよ。なぜか。自覚がまだ足りてないのかもしれない。もしかしたら。より、あ、次は、まあ、バタフリーでいくか。ニドラメス。あ、かわいい。めっちゃかわいいな、ニドラメス。昔から好きだったな、ニドラメス。とりあえず眠りかな。
眠りこなするまでもないのかな。てか、あれ物理技したら目覚めるみたいな仕様あるのかな。これ目覚める？あ、眠ってるわ。関係ないわ。なんだろう。なんか、起きる条件とかあったりするのかな？初代だけの。あ、全然寝てる。うわー、バタフリー強。ニドラ寝てる間に戦い終わってるわ。かわいそう。もう、なんかめっちゃひどい蹂躙だったんだけど、今。バタフリー。眠らせてひたすら殴ってただけの。さあ、金玉橋、3人目。3人目登場。そう簡単にはいかないぜ。こいつは何使ってくるかな。名前なんだろう。あ、ボーイスカウトか。いや、短パン小僧だ。短パン小僧はコラッタか。コラッタ強いんだよな。コラッタって発音、コラッタ、コラッタ、ちょっと待って、体当たりしちゃったし。コラッタ、コラッタ、あ、でもアニメではコラッタって言ってたっけ。どうだったかな。え、どうだったっけ。コラッタあんま出てこないからわかんねえな。第2話ぐらいですか。まあ、ラッタは一回サトシのポケモンになってるけど。まあ、とりあえず突破。どっちが正解なんだろう。え、誰で出してくるって言った？サンドって言った？アーボーか。アーボーはちょっとまずいかな。こいつって何タイプ？毒だよね。あ、今一つ。あ、でも相手も今一つ。とりあえず体当たりの方がいいか。いや、宿り木打っとくか。宿り木打っちゃって、で、体当たりだな。さあ、体当たりでアーボ突破と。急所はまあ無駄急所かな。17レベル。なんか覚える？何も覚えないか。ズバットはさすがに変える。ピカチュウ行きたいな。これはまあ電気ショックで1コロでしょ。さすがに20レベルと14レベルではね、圧倒的よ。いけ！オッケー！ナイスピカチュウ。安定感あるね、ピカチュウ。いや、こんなにピカチュウが強いと感じるのもなかなかないよね、最近だと。短パン、ヘロヘロ、もうダメ。短パンっていう略し方されるんだ。不思議だね。ビビ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 。いつの時代だよ。ニコニコじゃねえんだよ。さあ、四つ目の金玉。次で最後か。四人目は私をそろそろバテてきたんじゃない？何回もポケモンセンター帰ってるんでバテてません。ごめんなさい。次ぐらいちょっと連戦してみるか。ミニスカートが勝負をしかけてきた。え、でも二人しかいなかった今。とりあえず、こいつは、体当たりでいいかな。でも、うちの不思議なね、体当たりよく外すから。どうせなら、あれやっとけばよかったかな。効果抜群これ。あ、ノーマル技か、そうか。うわ、砂掛けはだるいって。もうすぐ外すんだから、砂掛けされたら。俺はもう、ピカチュウに変える。まあ、あとは電気ショックでワンパンでしょ。うわ、電光石火でちゃんと火力稼いできてるんだけど。やられる前に。なんでそんなに優秀なんだよ。AI。まあ、たまたまだろうけど。さあ、次は？ニドラ、メス。まあ、はめるか。バタフリーで。バタフリーではめちゃえば一発よ。ニドラ、ニドラ、今回出てきて、一つも、いい目に遭ってないな。ひたすら眠らされて、体当たりされて、試合終了してるんだけど。めちゃめちゃかわいそう。しかも念力があるのに体当たりっていうナメプされてるニドランメス。まあ、ナメプではないんだけどさ。俺が縛ってるだけであって。だってサトシ念力使わないんだもん。しょうがないじゃんね。とりあえず体当たりで半分まではいった。あ、目覚ました。いやまあ、もう体当たりでいいだろ。まあ、一応、眠らせれば完封できるんだけど。てか、この眠りの仕様さ、やばくない？こんなのありなの？こんなのしだしちゃったらさ、もう誰でも、バタフリーで勝てるって話にならない。あ、でも素早ささえ、上取られてたら関係ないのか。え、素早さって、大事すぎない？じゃあ。バタフリーが素早さ上回ってて、なおかつ、眠り粉を外さなければ、もう、絶対、勝てるってことだな。とりあえずどうしよう。これ連戦で、連戦で行こうか。特に削られてもないし。イエーイ！ 5 人目。俺が空いてた。まだなんかこの先にいるっぽいけど、あれ金玉くれるおじさん？さあ、ボーイスカウト。いや、お前キエーイとか言うの？あ、マンキー。
18レベルのマンキー。お、強いね。どうしよう。宿り木打っとくか、とりあえず。空手チョップ。え、強そう。急所か。びっくりした。火力高かと思ったら。さすがに。ちょっと無理だ。これ、ピジョンか。バタフリーか、ピジョンか。まあ、ピジョンに変えるか。まだ今回ピジョン出てないし。ケタグリ。あ、それは今一つ。え、ああ、だよね。え、今一つの割にめっちゃ食らうな。まあ、とりあえず、あれのおかげで回復できるし。まあ、風起こしで、3分の1ぐらいは入るんじゃないかな。え、めっちゃ入る。急所。さあ、睨みつけられるか関係ない。これも電光石火で勝てそうだけど、上は取ってるよね、どっちみち。オッケー。マンキーも楽々勝利とは。うわ、死体蹴りだよ、その急所は。オッケー。トゥルトゥトゥルトゥトゥーンと大したもんだ。賞金として360円と。さあ、お見事、5人抜きおめでとう。商品にこれをプレゼント。謎のトレーナーから金の玉をもらった。ところで、ここだけの話、ロケット団に入らない？俺たちは、ポケモンを悪いことに使おうってグループだ。入りなよ。入らないの？入ってよ。入れよ。断るって顔してんな。それなら無理やり入れてやる。うれや。いや、お前ロケット団員かい。これはおじさんの金の玉って言ってどっか行くんじゃないんかい。ロケット団かよ。うわぁ、アーボね、だるいんだよね。ちょっと待って、これ無理だ。ちょっとさすがに。アーボは強い。巻きつくがあるからさ、ちょっとこいつは、マジで完封しよう。あ、よかった、睨みつけるで。巻きつくだったらやばかった。眠り子なんで完封するわ。とりあえず眠らせて、ひたすら体当たり。寝てる間にお前の試合は終わっている。さあ、眠ったままアーボには退場してもらって、次。ズバッとね、もうこのままいっちゃうか。バタフリー。バタフリーの最強戦法で、勝っていこう。ピカチュウはもう20レベルだからね。今、そんなに、出てこなくても、勝てるところを見せてやろう。ピカチュウに頼らなくても勝てるっていうところを。ナイス急所？さっきからめっちゃ急所当てるな。今のところ3連急所なんだけど。まあカットしてるだろうけど。あー、さすがにか。いやー、惜しい。体当たりしまくれ。あー、外れた。あー、目覚ましちゃった。しかも体当たりしちゃった。まあ、大丈夫だろう。わー、超音波ってなるとちょっとだるいなー。動け！頑張れ！頑張れ！うわー、どれぐらい入る？あー、まあでもそんなに入んない。バタフリーに吸血もそんなに入んないでしょ。1位でしょ、やっぱり。さあ、やれ、頑張れ、バタフリー、動け。オッケー、ナイス、完璧。大したことないんだ、ロケットなんも。やっぱりあの2人の方が強いわ。武蔵小次郎の方が。本来ならあいつらめっちゃ下っ端なんだけどな。本当に強えな。450円、450円しかくれないの？それだけの腕があればロケット団でも偉くなれるのに、もったいないぜ。いや、なりたくないんで。こっちは何？うわー、めんどくさいことになった。何？草むらから君の活躍見ていたよ。何お前。めっちゃ罠じゃん。いきなりこんな風に戦わされるの？わー、スカウトだし、ボーイスカウトだし。スカウトするために見てたってこと？怖っ。さあ、なんとか突破と。ちょっと、だいぶ、こっちの体力が削られてきたな。ここ、いけるか？何があるんだろう？なんかアイテムあるんだよね、きっとね。なんもねえ。さあ、とりあえず、一旦ポケモンセンター行ってきたんですけど、僕の目的はこの先なんで、ちょっと、何があるかな、この先でも。まさきのなんとかにやってこい、ま、会ってこいって言ってたよな。あ！あ！この人、この人。あ、民家じゃないんだ。はい。やったー！つけないけど。それじゃあお願いするよ。やったぜ。ついに。10レベル、低すぎ。あまりにも低いけど、人影ゲット。強さは？うわ、かわいい。ひっかく鳴き声、火の粉。あれ？あれ、火の粉って使うっけ？人影って。初めても、大輔にもらった時から、もうあいつ火炎放射使ってなかったっけ？嫌な予感がしてきた。でも、それは、そうなると何？どうすればいいんだろう。もうそれはもう仕方ないか、でも。レベル上げる際にはもう仕方ないのか。だってこれ使えないからって言って悪あがきにしたところで悪あがきをサトシが命令したこともないし。まあ、
レベルが上がってサトシが使ってる技を覚えるまではもう仕方ないと捉えるしかないか。でも火の粉も使ってたような気もするから一旦ちょっと確認してこうかな、この後で。まあ、今回はとりあえずゴールデンボールブリッジ攻略までやったし、ここまでで終わって、次回まさきとのあれかな。で、ついでにそれまでに一旦火の粉が使えるかどうかを見てこようかなと思います。使ってなかったような気もするけど、まあ、使えなかったらもう仕方ないんで、ちょっと、何かサトシの人影、まあ、リザードンがね、覚えた技で使えるものを使おうかなと思います。ってなわけで、今回はここまで。次回またお会いしましょう。さよなら。